身内の自民党から韓国訪問に反対の声が相次いでいます。非常に大きな違ったメッセージを与えることになる。発言した人は全員、ほとんど発言しましたけど、全員反対でしたね。まあ、多数の先生方から、総理、キムチャンに行くべきではないと、いうことで、まあ、いろんな形での懸念もいただいたところでございます。安倍総理大臣が平昌オリンピック開会式に出席を表明したのに対し、自民党内からは韓国政府が日韓合意を履行していない中で慰安婦問題をめぐる誤ったメッセージを送ることになるなどとして反対する意見が相次ぎました。安倍総理に訪韓見送りを申し入れる方向で調整しています。